京都大学原子炉実験所助教小出弘明さんです。小出さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京に近藤さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします、はい、近藤さんよろしくお願いします。小出さん、再稼働への動きと並行してなんでしょうか、はい、3.11 以前の原子力の状況に戻そうという動きがいろいろ目立っているように思います、はい、まずですね、福井県にあります美浜原発2号機、はい、これは7月に運転40年を迎えるんですよね。42年になると思います。あ、42年になるんですか、はいはい、はあ。で、一応民主党が言ってるのは原発の寿命を原則40年としようと、はいはい、そういう法案が国会で審議されているのですが、法案員は10年間延長することを了承したそうです、はい、これどう受け取ったらいいんですか。まあ、随分長い間日本というこの国では国、政治、企業、マスコミ、学者等が一体になって原子力を進めてきました、はい、自民党がずっとやってきたわけですし、民主党に変わっても全く変わらないように私には見えます。もうこの国はいわゆる政治の中枢にいる人たち、あるいは経済を握っている人たちは原子力から足を洗う気はさらさらないということが少しずつまた分かってきているということだと思います。今お話に出ました自民党はですね、はい、この改正案について何て言ってるかと言いますと、はい、ここへ来て原則40年で廃炉という案にさえもう反対だと、はい、いう声が出ているんだそうです、はい。改正案でもですね、原則40年だけど例外的に20年延長を認めようというような例外措置もついているんですよね。はい、そうですね。60年までいける、はい、しかしながら自民党はもう原則40年で入るというこれも反対だと、はい、これはいかがですか。まあ私から見れば呆れた人たちだというしかありません。これ中にね、細田元官房長官がこういうことをおっしゃっていまして、はい、部品は定期的に交換されており、40年経ったものを技術的に劣化しているとは断じがたい。まあ、交換してるんだから部品を40年経っても大丈夫かもしれないっていう意味だと思います。そうではないのです、はい、確かにそのポンプとか、弁とか配管とか交換できるところは交換してきたのですが、原子炉圧力容器という容器自身は決して交換できない、決して交換できない、はいはい、それが原子炉の寿命を決めるということで、私たちは寿命はまあ40年60年ということでやってきたのです、でも寿命を伸ばせば伸ばすだけ、原子炉圧力容器という鋼鉄が脆くなっていくということ自身はもう避けることができないのです、はい、ですからなるべく早めに、ガラスのような状態になる前に本来であれば止めるべきなのだと私は思います、しかしながら延長だというようなね、はい、法案員の存在があるわけですが、今度文殊について伺いたいと思います、はい、福井県にあります高速増殖炉文殊、これはもう小出先生おっしゃってたみたいにどんなに長い間お金をかけてやってもうまくいかないってことが分かったんですよね。そうです。だからもう廃炉にしましょうという方向なんですよね。いずれにしてもまあ長くは動かないのですが、日本というこの国はまあメンツというものがあるのかもしれませんし、はい、一度でも動かしてしまいますと超優秀な核兵器材料のプルトニウムが手に入りますので、とにかく何としてもやりたいのだと思います、はあ、これ廃炉も含めて研究開発計画を見直すとされているはずなんですが、はい、なんかですね、試験運転できるかもしれないその日のために備えて、日本原子力研究開発機構が契約をプラントメーカーと1億円ほどで結んでいた、はい、試験計画を作成するなどもう契約結んでいたって話です、はい、やる気満々ってことじゃないですかということですね。大体そんなことが許されること自身がおかしいと思いますけれども、勝手に契約までしてしまうという、まあ、原子力村というものの体質なのだと思います。ではもう一つスピーディーについてなんですが、はい、新しいことが分かってきました、これは事故すぐ後からですね、小出さんは皆さんの住民の避難のために公表するべきだとおっしゃっていたんですが、はい、実際には4月25日まで全容は明らかにされませんでした。はい、で、文部科学省の言い訳はですね、これはあくまで予測だから、現実とは違うんだ。だから当時の状況では公表しなかったのもしょうがないんだということを言っていたんですが、はい、ここへ来まして、はい、事故直後に文部科学省は職員を派遣して福島で放射線量を測定していたんですが、はい、その時どこに行って測定したらいいかということをスピーディーに基づいて職員に指示を与えていたんだそうです。はい、つまりスピーディーには意味があるってことを分かってたんですよね。もちろんです。そのために、何年かな、もう30年近い歳月をかけて開発してきたわけですし、もちろんあくまでも予測ですけれども、その予測を時々刻々やりながら住民を被爆から守るという、そういうシステムだったのです。スピーディーの担当者たちは不眠不休で計算を続けていたはずですし、その結果はもちろん使えるはずの結果だったし、実際に一部は使ったのですね。はい。それでも住民には知らせないで隠したということです。そんなことがようやく分かってきた今なんですが、はい、近藤さん、はい、もう再稼働へのこの道のりは止められないんですか？なんかもう逆戻りし始めたですね。僕はこの間の大井再稼働の野田さんの言葉にはもう本当に先生、はい、僕の、これは直感なんですけどね、はい、野田さんはアメリカへ行ってオバマ大統領とその他こういろいろ話して帰ってきているわけですよね。はい、でここまで僕は逆戻りするとは思ってなかったんだけど、アメリカ側から見てね、日本のこの原発再稼働っていうのは極めて OK であるっていう説明っていうのはつきますか？そうだと思います。要するに日本というのは、米国から手取り足取り教えてもらってきたわけですし、米国が日本に原子力を売り込んで利益を吸い上げてきたという、そういう関係ですので、これからも日本が原子力を進めるということは、米国は金儲けができるということですから、やらせたがいのだろうと思います。僕は一番言うことを聞くのは、民主党政権は自民党よりもアメリカだと思ってるんですけどね、はい、沖縄の対応を見たってみんなそうなんだけど、はい、なるほど、わかりました、はいはい、今のじゃあ裏返しに言うと、再稼働は極めて OK というアメリカは、再稼働しなければ極めて NG ってことですかね。そうですね。日本で原子力が潰れるようなことになれば、日本から吸い上げてきた原子力関連の利益というものが失われるということになります。つまり80キロ圏内でバタバタアメリカもしてたわけですよね。そうですね。でしかしそういうことは覚えてるわけだけど、はい、要するに全てアメリカもなんていうか経済の原則っていうか金儲けの形で動いていると。はい、私より近藤さんの方がこういうことはよくご覧になってるんだと思いますが、今の世界はどうも金が最高の価値を決める基準になっているように、僕は政治よりやっぱり経済が全て動かしてるなっていうことが本当になんか最近よく感じるんです。はい、小出さんは野田総理のあの時の再稼働を説明する会見、はい、お聞きになっていかがでしたか？国民の生活を守るためだというようなことを野田さんが言ったのですけど、はい、余計なお世話だと私は思いました。はい、先生、はい、福島の原発のようなことが起きても、ね、地震のようなことが起きても津波が起きても大丈夫だっていうことを自信がたっぷり言ったんですよ。はい、で僕はもうそのなんていうんでしょうね、その神経がわからないんだけど私もです。要するにその生活を守るっていう以前に生命を守るっていう観点が必要ですよね。そうです。だからその生命を守るっていうことについての言葉一つもないわけでね。はい、生命を守るって言ったら小出さんどうなんですか？だってもう福島のようなことがあっても大丈夫だと、安全は確認されていますって野田総理はおっしゃいましたよね。はい、これは科学的に言うと何か意味のある言葉なんでしょうか？全く意味のない言葉です。彼らは福島事故が起きるまでも全ての原子力発電所は安全で事故を起こさないと言ってきたのですね。ところが事実として起きてしまっているのです、はい、どんなに配慮しようと予想をしてあれこれ手を尽くそうと、はい、やはり事故というものはいつか起きると思っておかなければいけないということを今度の事故が教えてくれたのです。それから何の教訓も学ばないというのは本当に困った人たちだと思います。再稼働反対は精神論だというような意味のことも言ったんですよそうみたいですね、はい、僕はその精神論というのはそれこそその安全神話イコール精神論でね、その通りです。まあねはい、ため息が思わず小出さんから漏れました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教小出弘明さんに伺いました。